ヨーク、ヨーク、ヨークは、イングランド北部のノースヨークシャー州の都市である。人口は20万2400人である。2010年、推定。ローマ時代には、俗州ブリタニアの要塞エボラクム、であった。ヨークの名前の由来は、イチ位の木と言われている。考古学的証拠から、 中石器時代の紀元前8000年から7000年には今ヨークがある場所に人が定住していた痕跡があるが、それが永久的な定住だったのか不定期なものだったのか分かっていない。古代ローマ帝国のブリタニア征服時より一帯はローマ人にブリガンテストパリジという名前で知られた種族に占領されていた。ブリガンテス族はすぐに霊属を受けたが後より敵対的になった。 結果として、第9軍団ヒスパナが、ハンバーの機体を送り込まれた。都市として創設されたのは、紀元七71年、第9軍団ヒスパナが、ブリガンティス族を征服し、とオース側の交わる平地に、軍事要塞カストラを建設した時であった。要塞は後石で再建され、総面積は50エーカーで6000人の兵士が暮らした。 ローマ時代の要塞のほとんどは今ヨークミンスターの基金管理下にあり、ヨークミンスター内地下室の遺跡は原型の城壁をあらわにしている。ハドリアヌス、セプティミウス・セベルス、コンスタンティウス・一世セイローマ皇帝は全員、彼らの遠征の最中、ヨークで宮廷を構えた。滞在期間、セベルス・ミカドはヨークをブリタニア・インフェリオール県の首都とするよう命じた。 彼はヨークにコロニアか都市の特権を与えようとしたのだった。コンスタンティウス一世は滞在時にヨークで亡くなり、彼の子コンスタンティヌス一世は要塞内の軍隊を前に即位を宣言した。7世紀のヨークはアングロサクソン人のノーサンブリア王エドウィンの主要都市だった。最初のミンスター教会は627年にエドウィン王が洗礼を受けた時期に建てられた。 エドウィンはこの小さな木造教会を石造りに再建させたが、彼は633年に廃止し、石造りのミンスター完成の義務は彼の後継者オズワルドへ引き継がれた。866年、ノーサンブリアはバイキングが吸収し、ヨークを獲得した際、内戦の真っ只中にいた。バイキング支配下で、都市は主要川港へと成長し、 北欧へ広がるバイキングの拡張する貿易航路一部となった。バイキングたちは新たに獲得したこの街をヨルビークと呼んだ。独立の最後の支配者、エリク・ブラッタクセは965年にヨークからエドレト王より駆逐され、イングランドの再統合は完成した。1069年、ヨークはウィリアム征服王によって敵とみなされ破壊された。 古いアングロサクソン期のヨークミンスターはこの時の火災で致命的な損傷を受け、ノルマン人はまっさらになった場所に新たなミンスター建設を決めた。1080年頃の大司教トーマス一世の時代に大聖堂建設が始まり、これが現在のミンスターである。ヨークは再び繁栄し始め、特に羊毛で有益な港と商業中心地となった。ヘンリー一世はヨークへ、 最初の特権を授け、イングランド及びヨーロッパでの貿易権を認証した。1190年、ヨークはユダヤ人居住地への悪名高いポグロムが行われた地だった。ユダヤ人らは、市の防御施設の一つヨーク城のクリフォーズタワー内を聖地とみなした。城を吸収する準備をする間、群衆は罠にかけた、ユダヤ人たちを数日間包囲した。 ユダヤ人自身か迫害者の方か定かでないが、直ちに火が放たれ、百五十人のユダヤ人が死んだ。都市は、チューダー町の間に下り坂を経験した。ヘンリー・パッセイの下、修道院解散で、教会主義と社会の中心であった、ヨークの修道院は終わりを迎えた。ヘンリー・パッセイはヨークにノースカウンシルを創設し、エリザベス一世地下で重要性を増し、復興を遂げていった。 1644年、イングランド内戦中、議会軍はヨークを包囲していたが、1万5000の兵を引き連れた王子ルパートが到着すると、包囲は解かれた。議会軍はヨークからわずか6マイルのところへ追撃する、ルパートと共に交代し、彼の主要軍が向かう前に、マーストンムーアの戦いで圧倒的に打ち負かした。ルパート軍1万5000人のうち、 少なくとも4000人が戦死死1500人が捕虜となった。再度ヨークは議会軍に包囲されたが、死は長く、これに耐え、7月15日にトーマス・フェアファクスに降伏した。1660年に王政復古がされ、1688年にヨークから駐屯地が取り除かれた。ヨークは徐々に地元貴族や全取り階級によって支配されるようになった。 リンとシリーズとキングストン・アポンハルトの競争の結果としてヨークは貿易中心地としての抜群の地位を失ったが北部イングランドの社会的、文化的に富む地として今もある。この時代からヨーク協会やロイヤル劇場、ヨークレースコースのような優雅なタウンハウスが建てられた。ジョージ・ハドソンが1839年にヨークへ鉄道を引く責任を負った。 鉄道企業家としてのハドソンのキャリアを通して、すぐに鉄道のない街の不名誉は終わり、この時からヨークは主要鉄道センターとなった。20世紀に鉄道は本拠を置いて、ノースイースタンレールウェイの仕事をもたらし、ヨークで5000人以上を雇用した。鉄道は、聖火会社、ローントリーズとテリーズの事業拡大に貢献することとなった。 主要産業としての観光業から脱出し、ヨークの歴史的真髄は、市の主な資産となった。ヨーク大学は、特に教育の質と研究において著名で、大学ランキングでも、ウォーリック大学と地方大学トップの座を争っており、全国レベルでも常にトップ25に数えられる。また、近年まで、ヨーク大学が、ヨークにある唯一の総合大学であったが、 2006年にリーズ大学の一部であったカレッジが独立し、ヨークセントジョン大学、ヨークショートトンジョンウナバーセタイハリッジ、2007年からはヨークショートトンジョンユニバーシティとなった。町の周囲は12世紀から14世紀にかけて、築かれたという城壁に取り囲まれ、城壁は所々途切れているところもあるが、ほぼ城壁の上を通って、町の中心を一周することができる。 北ヨークる、ヨーーク・ミンスターが、市の中央に位置するヨーク大主教はイギリス国教会ではカンタベリー大主教に次ぐ席である。ヨークの鉄道駅のそばにはイギリス国立鉄道博物館があり、100以上の機関車をはじめ英国を走った主々の鉄道車両が展示されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。